なんでやったの。あれ、まあ、ギリあって宝さんマットでゲンさんが切ったパターンですけど、それは追わなくていいかなと思うので、ローラーで終わると思うので、うん、同意見です。はいはい、はい、はい、お願いします。お願いします。確かに俺サンタさん疑っちゃったけど、そうだよな。わ、多いな。お母さん、ういおー、はい、はい、ナイス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 。絶対に停電にするという強い召喚しました。早いよ、タロちゃんの初手ボタン。うん、どうした？ちょっと早いな。いやいや、芸術すら感じるよ、この速さ。芸術？アーティストタロちゃん。アントスゲンラブカスさん、アントスさん、うわ、怖っ。早かったね、うん、早かったね、うん、いやいや、何もじゃあもう怒んないって別に。大丈夫ですよ、そのことぐらいで。利己的なボタンだったから、ちょっと、いやいやいや、利己的なボタンだよ。ちょうどよかった、ちょうどよかった。あ、よかったよかった。ちょっとみんなプレッシャー感じて怒ってる、怒られてる。結構入って、みんなプレッシャーを感じちゃうよ、ボタン押すときに。緊張するわ、なんか。うわ、やば、ちゃんとさ、変だよ。挙動がなんか、なんとしんとろ、ああ。何死んでんの、なんでやったの、ラブちゃん。あれ、え、ちょっと待って、違う。どこですか。シャワー室です。プテさんがシャワーでやってました、ラブちゃん。あれ、それが早いで、反論が弱いな。ねえ、反論弱いな。どうした、俺信じてるよ、ラブカスやって。エレキから上がって、メインに行って、シャワーのポチ、あの勝ちタスクをやろうとしたら、しようとシャワーに入ったら、プテさんがナナコさんを殺していました。うん、セリフなんです。だってラブカス、いや、それはノットリーかな、ナナコさんか、ナナコね、レア系です。レア系か。自分で、ちなみに慎太郎ずっとエレキにいたんですけど、ラプタさんを見てません。いました。嘘ですね、それは。いた？うんうん。いや、これガチガチ。これは本当っぽい。ずっとエレキいたから。あ、でも一応エレキからメイン側に上がってくるのは見てます。あ、はしご側から。失礼しました、ラッカ。おお、気になるな、気になるな、一票気になるな、これな。誰だろう。言わないか。言ってよ。本当に気になるよな、誰なのか。ちょっとー、これ俺直さめになるよ。大丈夫だ。あとさん、ちょっと経路が一緒すぎて白いな。同じようにタスクをやってんのかな。打っていっちゃう。
ジェリフのプテさん。白すぎんな。もう一回サボ入りせん。太郎さん。わお。俺死ぬか。はい、路線の中で死んでて、ゲンさんが今シャワーの扉開けてメインに行ったから、はい、コミュサボ前には死んでんのかな、扉が閉まってる状態だったから、まあ、コミュサボなり始めぐらいにプテさんと、メインの真ん中ですれ違ってるんで、まあ、なってすぐぐらいだと思います。路線の中なら、路線のあの本当に路線のシャワー浴びるとこで死んでて、うん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 、高田さん視点ゲンって殺せそうですか？いや殺せないと思う。無理っすよね。うん。サントスずっとエレキに行ったので容疑者です。後半でピカさんと会ったんですけど、その前のアリバイがないので一応容疑者1というので出ておきます。僕もそのメインでペテさんとすれ違って、コミュ前通路まで行ってコミュの上側だけ閉まってるのを確認してます。うん。ピカクロスと工藤丸ってどっかで会ったりしないの？あってる。シャワーでアーカイブで会いましたね。アーカイブか。シャワーでも会いましたけど、まあどちらも。あと、シンポロみたいな。おもつです。ピカは？エレキからメイン上がってます。あ、そっちか。はい。まあ、慎太郎目線、ネロちゃんが厳しそうです。そうっすね。コミュナル前に。2回見合ってますね。宿舎前で、金庫室に入っていくネロちゃんを見て、僕そこからミーティングで、で最後降りて、また金庫室から出てくるネロちゃん見てるって感じなんで。うん。1回目に合流したとき、うん、多分まだ30秒経ったか経ってないかぐらいなんで、切れなさそう、メイン初戦だったら。そうですね。まあ、僕から慎太郎さん、一応否定はできないです、弁当があるので、ただまあ、厳しそうかなっていう印象はあります。メインシャワー館って閉まってたんでしたっけ？閉まってた。じゃあ、工藤丸さんとかも厳しくなるんですかね。まあ、もちろん後ろにいるお二人だと思います。うんうん、だからね、今、藤宮さんが多分ね、できちゃう位置になってるから。まあ、そうですね、僕はすれ違ってるんで。僕視点は富士山高しかないかな。うん。サントスさんは弾けるんですか。いや私ありえるありえるありえるでしょ。ああ、いやピカは無理だね。そう、ピカさんは無理だ。理そう、うん、そう。サントスさんしかできない。私と藤宮さんと高田さん。あ、どうぞどうぞ。メインに上がってはいるけど、上がってレポートだから。ああ、そう、高田さんは追い越せない。そう。駆動源はね、無理そうだと思うんだよ。うんうん。自主権を藤宮さん、扉が閉まってたんなら、うん、それでいい。扉閉まってたから、うん、あれがめっちゃでかいですね。うん、めっちゃでかい。まあ一発目に直してんのがうてちゃんで、うん、慎太郎さんは無理だと思うんだよな。やってたとして宿舎に戻ってくるかっつ話なんだよね。死人を作りたいっていう理由であればそれはわかるんだけども、母さん、うん、タスクでいけそうやね。俺はただ高田さんのお肉が、展望デッキとキッチンの間ぐらいですね。でドア閉まっててキッチン側にありました。で、キッチン武器庫と藤宮さんとすれ違った直後にこの状態なんで、藤宮さんが少なくとも近い位置にはいると思います。そうですね、僕は、武器庫の下に下っていく高田さんを見て、僕は下にタスクがなかったからすぐ U ターンして、エンジンの方に抜けてって、サントスさんが近くにいたから、うん、あ、ごめんなさい、結論サントス藤宮のローラーで終わると思ってます。唯一さっきあったのが藤宮サントスと高田さんがマットでずらしていたり扉情報を嘘ついてるパターンなんですけども、高田さんが亡くなったので、うん、まあ、ギリあって高田さんマットでゲンさんが切ったパターンですけど、それは追わなくていいかなと思うので、サントス藤宮ローラーで終わると思うので、今日から釣り始めを提案します。うん、同意見です。はいはいはい、ジジイ。マット誰だ？ソリ？ああ、シンタロさんか。シンタロさんでは。
きついな。すまん。いやーいいゲームだった。ジジいいよ、ジジでしたね。ナイスファイト。いや、惜しかったよ。うん。惜しかったのか。惜しかった。いや、まあ、しょうがない。結構半運ゲーだからね、うんうん。もうちょっとで豚カツのあの、切るもんね。髪切りになる。もうちょっとで髪切りになるとこだったもんね。ラーメンのトッピングみたいな名前になってる。ちょっと参観日の保護者の感覚でしたね、僕は。頑張れ。